次にコネクトを見ていこうと思います。ポイントは3ポイントで候補は4人いるんですけれども、さてでは上から見ていきますか。アーロンね、夢の失望、夢坊がしきりに俺の顔を見てはどこか残念そうな顔をしている。ちょいと事務所で話してみるか、なんでアーロンが関係あるのか。うん、どうしたん？ね、このご機嫌の伺い方めちゃくちゃ可愛くてめちゃくちゃ好きなんだけど機嫌悪いわけじゃない、楽しみにしてた。なんか約束したの？それは前回の出張の前夜のことだった。うん。お土産のお菓子を買い損ねたってこと？あー、お菓子か。お菓子見かけたっけ？あー、うん。ゆめちゃん、物分かり、物分かりよ、6歳。無様だな、おっさん。え、もしかしてアロン買ってきてんの？要はここじゃ、ここいらじゃ珍しい貨車がありゃいいんだな。え、どうした？ほうほう。え、何、優しすぎ。料理して作ってくれんの？一人暮らしが長いからな。おめえのじいさんにはさすがにかなわねえが。何作るの？いつも肉まんかなんか作ってくれるよね。ええ、こんなん作れるの？これなんていうん？まんじゅう。なんだ？でもなんかありそう。中国料理で。中華料理か。甘くて美味しい。超、土下座して1個もらう？気になるか。まあ気になるっちゃ気になるが、これは別に俺が食べたいとか、そういうのじゃなく、あくまで一人のスイーツの真理の探求者としてだな。いいから食ってみる。いいの？じゃあ遠慮なく。どう？これはまろやかな皮にほのかな甘み、それに包まれたこのとろけるようなあんの食感、卵か。中央に近づくにつれて甘みが増し、さらにほんのり酸味が舌を刺激してくる。さまざまな味わいを一つにまとめ、心に染み渡る温かみすら感じさせる一品。トロトロ甘々超うまい。わかりやすい。皮には蜂蜜を練り込んでる。へえ。氷砂糖をつけたさんざしって何？さんざしがわからん。ちょっと待って。さんざし、なんて言うんだろう。ブルーベリーの赤いやつで、バラか？らしいね。初めて知った。普通のイメージに反して結構手が込んでる？ね、アーロンすごい。なるほどね。やだアーロン。やるやん。ね、すごい。今、昔はともかく今は刺激的な味が好み。辛いのってこと？おふくろが昔よく作ってくれて。へぇー。歌劇場の役者。舞台がうまくいくために作ってた。へぇー、そうなんだ。へぇー。ね。あ、そうなんだ。ああ、イリアさん？ねえ。女手一つで俺を育ててくれた。おお、なんか話してくれるの嬉しい。俺には生まれた時から父親なんざいね。だからおふくろが唯一の家族だった。歌劇をやるようになったのも、そんなおふくろを見てきたからこそ。ねえ、つながりがある
もんね。結局うまくできるようになる前にぽっくりいっちまったかな。なるほど。さっきのあの天心の作り方もおふくろさんから教わったものか。歌劇の練習を始めた頃に。へー、だったら心配することはねえだろ。あ、攻略してく？舞台の成功を祝ってよく作るもんなんだろ。それをお前に教えたってことは、お前の舞台は必ず成功するって信じていたからにちげえねえ。なるほどね。もしかしたらその頃のおふくろさんの目には、すでに華麗な演技で舞台の上を舞う未来のお前の姿が見えていたのかもしれねえ。もう、なんてな。なんてな。ん？なになに？コートから？ほう、なんだろう。あれ？誰が作ってくれたのこれ。だね。手紙、誰から？あー、なるほど。へー、気使ってくれてるね。んー、シドも元気なんだ、よかったね。これは嬉しいね。手紙の方が嬉しいやつじゃん。気持ちが嬉しい。もう血がつながった家族がいないからって、お前は天涯孤独の身なんかじゃね。そういうこった。だな。遊んでいる？いいね。刀し。みんなで食べよう。パーティーだ、パーティー。あら、もう夢ちゃん相手だとこんな感じなんね。いや、微笑ましい。はーい。借りができちまったな。そのうちとっておきのいい店を教えてやるよ。うんと、非凡な舞台役者。カトルのコネクトを見ます。動力ネット設備の改善。カトルが今後のために事務所の動力ネット環境をアップグレードしたいらしい。これも必要な設備投資ってやつかもな。駅前のオーバルカフェで買い出しをするか。オッケー、来ました。相談しながらか。これ経費で落とすっていうこと？休憩。うん。変わってる？あなるほどね。ほんとね。おお、動力の反応、ざわざわしてる。あ、止まっちゃったの。変なノイズが出てる。ハード関係のトラブル。すごい、そんなことできんの？あー、確かにね、コードのね。うらやま。すげえ。いや、ほんとそれよね。あのね、今までだったらさ、別に対価なしに、あの、なんていうんだっけ、これ。お人よし精神だけでやってたんだけど、バン君はね、生活かかってるんで。教訓か。ちょっと怒った。年頃ってのは難しいね。いや、でもまあ合理的すぎるよね、バン君は。でも結局待ってくれるんでしょ。うん。あー、そっかそっかそっか。
難しく考えすぎ？なんかよ最新のシャドウサーチね、旧式の音波と、あーなるほどな、最新すぎるのか。お、へえ、ちょっと面白くなさそうまあでもカトル君も勉強になったんじゃない？よかったよかった。これは本心だなね、結局はね。なるほどな、あーそういうことね。はぁとか言っちゃってバン君。あー今のとくらいでへそ曲げたっていうこと？環境変わるとね、また自分がスキルアップするよね。ほーい。そのうちグランマ直伝のエンガディーナをご馳走しようかな。おお。多感な若手研究者、年頃だね。リンゴさんのコネクト見ます。動力カメラの新機能、リンゴから最近取り入れた動力カメラの新機能テストに付き合ってほしいという連絡があった。俺の車を使う必要があるようだが、時間が作れそうなら乗ってやるか。なんかあの動画撮れるようになるやつがバーゼルにあったよね、そういう系かな。わーい、無線中継機ブースター関係よくわかんないな。動力カメラに導入したクラウドを利用する特殊モード、へえ、そこまでいってんの。うんうんうん、なるほどね。クラウド概念まで早くないか、奇跡。うんね、すごいね。はあ、私も利用してますわ。あ、そうなんや。うんうんうん、そうなんだ。いつの間にか共通の知人も増える。はあ、奇妙な縁ね、ほんとね。どんどん広げていってほい。カシャカシャ、転送速度も悪くない、いいね。お前が知り合ったのは俺よりも少しの後。あー、うん？え？レンちゃんの話？前じゃない？だってあれでしょ？ 5 年前に知り合ってたんでしょ？うん。あ、それよりも前っていうこと？ディンゴさん。え？それよりも前ってこと？え？違うくない？あ、今初めて聞いたって感じなんかな、ディンゴさんは。面倒なやつの追撃を巻いてクロスベールに渡るのを手伝ってな。あのノバルティス博士とか、まあその辺かな。あの年でなかなか波乱万丈な人生を送ってきたようだな、本当に本当に。自暴自棄ってわけじゃねえが、いろいろと諦めてて今より荒れていたかもしれないな。ね、なんか一応強くはあったんだけど、空の奇跡の時は。そっからちょっとエステルにほだされて荒れてたってのはあるかもね。ちょうどなんだろうな、自分を大切にしてくれてる人が現れたっていうかね。俺とお前が出会ったのもちょうどその頃。あ、そうか、19歳。最初の頃は俺に突っかかってばかりまあねね、あの頃は俺も分かったよね気になるな。
裏解決屋始めたばっかでいろいろ苦労やポカもやらかしてた時期。でも5年ですごいね。わしにも見せてよ。そんな危なっかしい俺をお前は懲りずに面倒見てくれたっけな。兄貴分なんだな。特に最初にしてくれたアドバイスを今でも覚えてる。教えて。今自分にできることは何なのか、それと自分がやりたいことは何なのか、そこのギャップにこそ前に進むためのヒントがある。深い。そうなんだ。はーい。会話続くね。いいね。ね、本当よ、本当。上すぎだっつーの。ね、本当ね、役割あるよね、おのおのね。そう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 。彼女はおそらく、あのロイグラムハート関連のこと。本人が言わない限りね。それはね、それはそうよね。あくまで向き合うのは自分自身。ほんとそれそれ。いつだって自分との戦いよ。リルク公園か。どう？あ、ほんと？へぇ。なんか使うのかな？いや、ほんまね。あーそっかー、なるほどね、そういう感じなんだ。視覚か、己の見る目のなさ、それが原因で傷ついてきた人々のことを考えると、気になる。お、なになになに。5年前に会ってから俺はお前からいろいろなことを学んできた。あのマリエルって子は今まさに吸収している真っ最中って感じだろう。そしてそれは絶対に役立ってる、自分自身の道を行く上でな。なるほど。本人だろうがそれをけなしてんじゃねえよ。大体お前の見る目がないんだったら俺たちの立場がねえだろうが。確かに。最後まで責任持って。いいな。だが、いや、すでに一人前。これ以上は野暮というものか。なんか言いたいことあんの？いずれ周りの者たちの影響で自分自身で気づく。なんかちょっと投げやりなところとかっていうこと？わかんないな。まあでもバン君もまだ24歳。いいな、なんかディンゴさんの前では肩なしでですね、バン君。いいですね、こういうのも。はーい。いろいろ落ち着いたらベルモッティのところで乾杯するか。その時はおごってやるさ。いいな、これでマックスか。まだ遅れるものあるんかな。学ぶべき背中か。 STR10 も上がるんか。なんとサーラネーとシャヒーナちゃんのコネクトです。踊り子姉妹の出迎え。サルバットの踊り子姉妹が工業で首都に来ることになったらしい。時間が合えば会いたいそうだが、せっかくだし旧市街に呼んでみるか。
で迎えに来たんじゃなくって今から電車で行く感じか。うんじゃないよ。うんじゃないんだよ。なるほどね。あーはい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 、なんか聞いたね。ね、聞きたいね。そろそろあいつらも。何、イリアさんとリージャの話。あーフェリーちゃんたちか、みんなで迎えに来たんだ。おーい。うん。ああ、いいね、いいね。これは嬉しい。そっか。おーいいね、女子たちはいいな。かわいい。あー塩バター、へー、前言ってたよね、肌に塗ってるって。そしてこの二人はいつも通りよ。でもいつもと場所が違くていいね。っていうか、そっか、いつもあのサウナの方だけだったもんね。カトル、え、個室は行ってないのかな。シャーベット、うん、いいな。太陽の姫に指導してもらって同じ舞台に立った、素晴らしい。本番中のことあんまり覚えてない。あーへー、ダンサーズハイ。俺も演技に没入するとそんな感じになる。へー、うんー、あ、これは車でと超特急で送るやつじゃない。30分。バン君出番です。はい。ついてきな、すぐ車を出す。さすがみんな調べてくれてたんだ。優しい。うん、はーい。だが、だが、うわー、これは厳しい。サポート能力がすごい。どうする、諦めるのは早い。バイクは2人だもんな。絶対に間に合わせる覚悟。走れる、走るってこと？どういうこと？え、裏道を使うだと。え、合法ですかそれ。合法ですか。あー、勝手に車で入ったのはギリギリアウト。ギリギリアウトなんだ。あかっこいい。無茶する、ならず者。あー国防外か。追いついけるもんなら追いついてみながれ。さらっとカーチェイスしたけど、
ん？何？熱いバン君。あ、そういうこと？一ファンとして当然のことをしたまでさ。よき。あーいいねいいね。やっぱりお姉とお兄さんはお似合いだと思うな。もうシャヒーナ、ダンさんに悪いわ。ダンシングベールもらった。魔法回帰率30すげえな。で、全部見たんですけれども、ポイント的にはこれ送ったらどうなる？悪いな、バン。っていうことでしょう。システム的な感じで考えるんだったらディンゴさんなしなんだけど、ディンゴさんのイベントクソ好きだったんだけど、どうしよう。かといって他の3人も外せないしな。いやめっちゃ好きだったんだけどな、ディンゴさんの。私の脳内ではやってることにするか。そうしようかな。じゃあアーロンとハトルとサーラネ、シャヒーナちゃんにしようかな。うん、これ送ろう。ありがとう。ありがとうだけだった。エルメスさんにサンクス。サンクス。エルメスさん結構ポイントいるね。はい、